こんにちは、ベルベル人渋谷パラコ店スタッフの岡部です。本日も、明日5月2日に、ベルベル人ウェブストアに掲載される商品を紹介したいと思います。サイズ、状態などはベルベル人ウェブストアの方にお問い合わせください。詳しくは概要欄の方に載ってますのでよろしくお願いいたします。それでは、ベルベル人渋谷パルコ店の商品、明日の5月2日の14時に掲載される商品の10点を紹介したいと思います。まずはこちらですね。サウンドガーデンの T シャツですね。裏面にレコードのプリントが入ってます。タグがジャージーズの L サイズです。でレコード、まあサウンドガーデンのマークとかってすごくかっこいいかなと思います。レコードの、プリントってあんまり見ないですね。で袖がダブルの裾もダブル、サイズはまあ L90 年代の L っていう感じですね。僕だとまあジャストぐらいになってしまうんですけど、着れる方多いんじゃないでしょうか。こちらで 25,800 円と商品ですね。続いてスーサイダルテンデンシーズ、まあ、人気あるバンドですね。裏面はこちらでジャイアントタグの XL ですね。で袖がシングルの、裾もシングル、全体的にかなり痩せてますけど、焼けがすごいです。この辺とかすごい焼けてるんですけど、まあ、かなり雰囲気あってかっこいいかなと思います。この辺ちょっと穴が開いてるんですけど、まあ、ちょっと汗感が汗、雰囲気で着れると思います。かなりかっこいいです。こちらで 29,800 円と商品ですね。続いてナインチネイルズの T シャツですね。バックはこちらナッシングレコード、彼らの所属のレコードレベルのプリントです。でオールスポーツタグの XL、袖がシングルの、裾もシングル、まあザ・シンプルなナインチネイルズですけど、かなりクールでかっこいいかなと思います。こちら、サイズは XL なのでかなり大きめです。僕でもゆったり着れるサイズなのでおすすめですね。こちらで 25,800 円と商品ですね。続いてラモンズの T シャツですね。裏面はこちらアディオスアミゴスっていう、アルバムがあるんですけど、それの T シャツですね。ウィンターランドタグの XL です。でラモンズって結構このマークだけとか、このマークだけとかメンバーフォトがあんまり入ってるやつがない気がします。まあサイズも大きくてかなりいいサイズで着れるんじゃないでしょうか。状態はちょっと破れがちらほらあります。ダメージがありますね。でも大きく着れるラモンズ、まあでもメンバーフォトがすごくかっこいいのでおすすめです。こちらで 29,800 円と商品ですね。続いてペットショップボーイズの T シャツですね。イギリスのポップディオっていうジャンルですね。裏面はこちら、かなり出現率の低い、グループかなと思います。ちょっと 見えにくいんですけど、スクリーンサーズの XL ですね。まあこう古いボディ、まあ、スクリーンサーズの XL なんで そんなに大きめの XL ではないです。でもシュッとしていて形はいいかなと思います。ジャストで着てもおすすめです。こちらで 29,800 円と商品ですね。続いて、ピンクフロイドですね。裏面はこちらで、ヘインズの XL ですね。で袖がシングルの、裾もシングル、まあ、かなりかっこいいです。87年とコピーライトあるので87年の時のワールドツアーのやつですね。プリントめちゃめちゃかっこいいですね。まあ、あとボディもヘインズの XL なので、まあ、僕だとちょっとちっちゃめですけどかなりかっこいいです。裏面がのグラデーションというか色はかっこいいですね。こちらで 29,800 円と商品ですね。続いてラルフローレンのジャケットですね。US ネイビーに、US ネイビーで N4 っていうジャケットがあるんですけど、それを元にして作ったやつですね。
注目すべきがラルフローレンのパープルレベルですね。定価は本当に高いです。多分僕ね全然多分手が出せないぐらいの定価だと思います。ラルフローレンの中でも、高級レベルなので、まあ生地感、パッと見の生地感とかすごく光沢あってかっこいいですね。おすすめです。でボタンに一個一個ラルフローレンとか入ってあって、この真ん中のボタンだけちょっと変えられてますね。ちょっとすいません、これだけ変わってます。あとは状態も良くダメージもなくいい1枚かなと思います。こちらで 29,800 円と消費税です。続いて、クージーニットですね。オーストラリアのニットブランド、サイズが L サイズ、 L サイズですが、結構大きめです。僕でもゆったり着れるサイズなんでしょう。でクージーかなり特徴的なこう編み方が特徴的です。かなりかっこいいですね。気分の方、ぜひ買ってもらいたいです。こちらで 12,800 円と消費税ですね。続いて、ザ・ノースフェイスのマウンテンライトジャケット、色は濃いグリーンですね。でサイズ表記がちょっと取れちゃってるんですけど、おそらく L ぐらいかなと思います。で、フードのとこにラダーロック入ってます。まあ、初期に近いディテールですね。で色がかなりいいです。まあ、僕でも全然着れるサイズで色がかなりいいですね。通常だとまあ黄色黒とか黒黒とかがまあ定番としてあるんですけど、緑黒はすごくかっこいいかなと思います。渋さもあって、で大きめで着れて、まあ、機能性もいいですね。一応ゴアテックスの表記があるんですけど、ゴアテックスはあんまり期待しない方がいいと思います。で、ポケットとかも大きめにこうついてて、かなり機能性も高いです。こちらで 29,800 円と消費税ですね。続いてはこちら70505びっくりです。サイズは42ぐらいですね。サイズもあって、まあ、色雰囲気もかなりいいです。びっくりですね。こちらかなりおすすめですね。サイズもなんかこう肘のとことかもこう擦れた感じもかっこいいです。あとダメージリペアとかも見当たらないので、かなり状態はいい方だと思います。かなりおすすめですね。こちらで 29,800 円と消費税です。はい、続いて21時にアップされる商品をご紹介いたします。まずは T シャツですね。はい、もう夏シーズン入ってきたので、こちらフルーツオブザルームのね、ミディアムサイズ、はい、黒のポケティですね。はい、こちらもうね、このスモールサイズのポケットがね非常に可愛いと思います。ちょっと M サイズなので、ね、僕は小さめです。はい、ただ着れる、ね、男性も多いと思いますし、まあ女性が着てもねかっこいいと思います。はい、このエリックビューあたりがね、僕も結構フルーツ好きで何枚も持ってますけど、このライン伸びてきたらちょうど雰囲気いいと思います。はい、こちら6,800円に消費税です。はい、続いてこちらフルーツオブザルームの M サイズ、はい、グッドシャツ、なんかもうシンプルでいいですね。はい、ロゴが非常に可愛いと思います。 M サイズ僕ちょっと小さめですね。ネイビーボディ、はい、ちょっとフェードした雰囲気もいいと思います。はい、こちら6,800円に消費税です。続いてラッセルサウザン、はい、こちらラージサイズですね。60年代あたりでしょうか。オレンジボディ、少しねここ折り線が多分焼けが出てます。下の方が少しね、焼け感が出ちゃってるんですが、こちらラバープリントのバックプリントですね。はい、ちょっとね上の位置にあって、まあ、もしかしたらこれナンバーが入る予定だったのかなみたいな、ちょっと上の方ですねプリントが。でもバックプリント非常に珍しくてかっこいいと思います。ラージサイズ、ちょっと僕はねこの年代細めですね。僕はもうピタッとジャストサイズになるサイズ感です。オレンジもでも可愛いです。はい、こちら6,800円に消費税です。続いてチャンピオン、トリコのラージサイズ80年代ですね。こちら白ボディのフットボール、V ネックタイプですね。はい、こちらノートルロートルダムラバープリントです。ラージサイズ僕がちょうどいい感じですね。はい、まあ、白ボディっていうのもね、状態もこれまた綺麗にいいですし、これもね
ちょっと V ネックなんで女性が着ても可愛いと思います、はい、こちらは6800円に消費税です。はい、続いて、映画の配給会社ですね、 20th Century Fox、 はい、こちらヘインズの M サイズです。白ボディこの状態いいですし、カラーリングはね、黒にこのねターコイズブルーと、非常に目立って可愛いんじゃないでしょうか。バックは無地ですね。M サイズ、僕が多分ジャストサイズぐらいです。ピタッとなりますね。結構ね、この辺のサイズ感着れる方も多いんじゃないでしょうか。インパクトあっていいと思います。こちら12,800円に消費税です。はい、続いてこちらも白ボディの、ヘインズビーフィーの XL ですね、80年代ボディでしょうか。はい、プリントね可愛いです。はい、そしてこれ肩にですね、はい、アップルのマークがポツッと、はい、ちょっとね上に若干のシミはあるんですが、アップルのねボディの T シャツ両面です。後ろもね同じプリントですね、オアシスと書いてます。 XL ちょっとゆったりします。自分だとダボっと着れるサイズ感ですね。はい、まあ夏にいいんじゃないでしょうか。こちらも 15,800円に消費税です。はい、続いてこちらもヘインズのこちら50-50ボディですね、ミディアムサイズ。はい、こちら白ボディ、アストロボーイ、まあ、いわゆるアトムですね、鉄腕アトム。はい、プリントもね非常に可愛いです。こういったね日本の、アニメ系の、ね、T シャツも最近ね値段がすごい高いです、ミディアムサイズ、僕が多分ジャストサイズですね。これはこれも白ボディ非常に程度いいです。そしてこのねプリントもねラバープリントですが非常に可愛いと思います。はい、こちらも 15,800円に消費税です。はい、続いて半袖のシャツです。はい、ミッキーの総柄プリントですね。普通ね襟がついてるタイプなんでしょうけど、このちょっとこう V ネックライン、まあヘンリーネックと言いますか、はい、こちらサイズがラージサイズ。はい、この頃ね80年代90年代でしょうかね、ラージサイズちょっと大きめです。僕でもダボっとなります。またこう黒ボディっていうのはね可愛いですね、非常に。後ろも総柄です。はい、ミッキーでこちら7,800円に消費税です。はい、続いてミッキーから飛んでヴィンテージのハワイアンシャツです。はい、タグはこちら、サイズがミディアムサイズ。はい、素材がねこうちりめんの素材でしょうか。はい、ヴィンテージの、襟もねこうそんなにロングポイントじゃないタイプなので50年代あたりでしょうかね、バンブーの、ボタンを使ってます。このイエローボディはね綺麗ですね。はい、後ろも、はい、特にねダメージ等は見当たらないかと思います。ちょっとここにね小さく、ほんと小さくリペアされてるぐらいです。あとはね綺麗な状態です。色目非常に、綺麗だと思います。僕がこう合わせて、はい、こういったデニムでもね、なんかジーンズだとステッチの色とかもね合わせて着てもらっても、綺麗なハワイアンだと思います。こちら 25,800円に消費税です。はい、続いてラルフローレンのシャツですね。こちら一応ボーイズサイズですかね、 18-20XL、メンズで言うとラルフのシャツだと、まあ、S ぐらいだと思います。はい、自分がちょっと小さいぐらいですね、しかも赤黒のチェック、これもね非常に、綺麗なチェックですね。はい、まあヴィンテージのチェックでもねこういう柄ありそうですけど、かっこいいですね。はい、ボタンダウンシャツ、はい、こちら5,800円に消費税です。はい、続いて、無地のスウェットです。こちらラッセルですね、ラッセルの、XL ラージ90年代ボディでしょうかね、一応ナチュラル、まあ、真っ白と言いますかちょっときらりかかってます。はい、XL ラージちょっとゆったり着れますね、ちょっとまあ春先無地のねスウェットシンプルに着ていただいても、まあ大きめなのでねダボっと着ていただいて、はい、こちら5,800円に消費税です。続いて80年代の、無地なんですけど、こちらもデッドストックになります。サイズラージサイズ、はい、グレーボディのデッド、ブラウンボディ、はい、こちらもラージサイズ、そして、いわゆるイエローですね、これはヘルスニットですね、こちら XL、 そしてこちらも、はい、これサイズがね表記ないんですけれども、あ、こちらすみません、シールでミディアムサイズ、ターコイズブルーですね、そしてブラウン、はい、これもラージサイズ、そしてこれヘインズかな、
はい、ヘインズスポーツ、こちらラージサイズの、ブラックですね。そしてオニータボディのネイビー、こちらもラージ、このラージはちょっと大きめですね。はい、こちらデッドストックのエイティーズ無地スウェットです。すべて6800円に消費税ですね。はい、続いてファンタジアか、これはミッキーですね。はい、ディズニーの、まあこのウォルトディズニーとね、ミッキーがこう握手といいますか手を組んでる可愛いプリントです。ミッキーのボディで、こちらはフルーツオブザルームのボディですね。 M サイズ、黒ボディというのがねまたね可愛いですね。はい、しかもね腕のラインとかちょっと細めです。こちらプリントもね非常に可愛いですし、形がねいいですね。はい、これはぜひねちょっとミディアムサイズ、ちょっとダボっと女性が着れるんじゃないでしょうか。可愛いプリントです。こちら9800円に消費税です。はい、続いて、リーバイスのスウェットですね。こちらが M サイズの、これもね 90s ですかね、ボディが、はい、91年と入ってます。可愛いですね、リーバイスのこの胸元のこの高い位置にプリントされてます。白ボディで、はい、XL、 僕が、あ違う、 M サイズか、すいません、 M サイズ、僕が着れるサイズです。ちょっと大きめですね。はい、白ボディ状態は綺麗です。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いてモンスターズインク、これもね、映画のスウェットですけれども、サイズミディアムサイズ、はい、グレーボディね、またこの可愛いですね、チャコールグレー、はい、これそしてモンスターたちが全員こうプリントされてます。フロントでねインパクトもありますし、ミディアムサイズ、先ほどと同じですね、ちょっとこうゆったりめで着れるサイズ感の M ですね。後ろは無地です。状態はねもちろんいいですし、これもね形がいいですね非常に。はい、こちら15800円に消費税です。はい、続いて無地パーカー、はい、こちらヘルスニットの、43%50% という 7%04、はい、が入ってるボディのスウェットです。こちらサイズ表記が、上ですね、エクストララージ、はい、確かに大きめです。グレーボディ、100% コットンではないのでね、縮みそんなに出てません。 XL 僕でも、ゆとりあって着れるサイズなんです。こちらも無地のパーカー、はい、状態いいですね、うん、はい、こちらで6800円に消費税です。はい、続いて、本日もリバースイーブをいっぱい紹介させてもらいます。はい、こちら刺繍のミディアムサイズ90年代ですね。はい、綺麗なピンクです。ちょっとねこちらペンキのシミっぽいのがポツポツはあります。でも雰囲気ね非常にいいと思います。はい、この発色のいいねピンクはなかなか数も珍しいと思います。 M サイズちょっと僕はね若干小さめですが、ぜひこちらもね女性おすすめでございます。はい、12800円に消費税です。はい、続いても90年代刺繍の、ラージサイズ、少しね襟元ポツポツとダメージがあるくらいですね。あとこの上に若干シミがあるかなと、これねラバープリントですけども、このバスケットボール、はい、プリントもね茶色ボディ、あ茶色のラバープリント可愛いと思います。ラージサイズ僕がちょうどいいサイズ感ですね。はい、状態綺麗です。こちら9800円に消費税です。続いてトリコのエクストララージ、こちらもねちょっと首元がパカッと開いてます。まあでもダメージ系といいますか雰囲気でいいと思います。そして刺繍の UCLA、 UCLA いいですねプリントといいますか、刺繍のこのチェーンステッチのも珍しいと思います。エクストラージちょっとゆったりしますが、逆にねラバープリント染み込みプリントが、ほとんどですが、このチェーンステッチもね逆に可愛いかと思います。はい、ちょっとオーバーサイズで着ていただければ。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて刺繍の、エクストラージ90年代ですね。こちらも、はい、グレーボディでラウンド、いい感じですねこのプリントも。そしてひび割れプリントです。ネイビーでシンプルにグレーネイビー、合わせやすいカラーリングですね。エクストラージですが、まあ、縮みが少し出てるでしょうか。僕がね、まあ、ちょうどよく着れそうなサイズ感です。はい、後ろも状態はねいいですね。はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いてこちらも刺繍のダブルエクストララージ90年代ですね。グレーボディでラバープリント3段、はい、もう
結構ね大きめにボンとインパクトあるラバープリントです。ダブル XL 結構大きめですね。僕はこのぐらいのサイズになります。もうねダボッと、着ていただければ、まあ、女性なんかもねいつもこう腰まで隠れるサイズ感なんでそれと合わせてもらってもいいと思います。状態はね非常に綺麗です。こちらも 12,800 円に消費税です。はい、続いてパーカーですね。刺繍のエクストラージ、こちらも90年代。首元にね少しねボロボロっとダメージがあります。でもねあのいい変な言い方ですけどかっこいいダメージ、はい、こうなかなか自分でね作れるようなものじゃないですし、ちょっとこの雰囲気的にはね、かっこいいと思います。そしてラバープリントの、まあ、3段ですね。こちらも、はい、このフットボールのね中にこう字が入ってるのも珍しいんではないでしょうか。サイズがエクストララージなんでちょっとダボっとします。プリントもねインパクトあって可愛いんじゃないですかね。はい、パーカーはやっぱりねなかなか見つかりづらくなってきました。あと袖口すいません、ちょっとねシミが若干あります。あとこちらちょっとね袖口のダメージがありますが、まあ雰囲気系と思っていただければ、はい、こちら 15,800 円に消費税です。はい、そしてスペシャルのボロです。はい、ボロでもねこれもねまたかっこいいですね。はい、こちら、リバースの単色、青単色ですね。はい、そしてこれはハーフジップパーカーの USAFA。 はい、まあジッパーね、多分壊れてしまってちょっと外されてます。もしね、短いジッパーあの見つければね一応ここテープ貼れると思いますので、修復できるとは思います。はい、そしてこのねお腹あたりのダメージ、脇のダメージ、ちょっとねなんか縦にこうちょっと裂けるような感じで、これもねダメージ加工ではもちろんないんですが、ちょっと雰囲気のいいダメージだと思います。はい、後ろもですねちょっとこの脇の部分とこの背中ちょっとここもね先ほどのダメージがあります。このネイビーがねこの退色してちょっとこのナスコンって僕よく言うんですけれども、このナスコンカラー、はい、非常にかっこいいと思います。もともとねこれは切られたんじゃなくてもともとハーフジップだったので、ちょっとここがねパカッと開いた状態で着ていただいてもかっこいいんじゃないでしょうか。 USAFA ハーフジップパーカーですね。一番 USAFA の中では一番スペシャルじゃないですかね。はい、こちら 29,800 円に消費税です。29%です。はい、1枚ナイロンジャケットを紹介します。こちらラージサイズ、ブラックのねスナップナイロンのジャケットです。ラージサイズちょっとゆったりめなんですが、僕でも、はい、このサイズ感で着れます。そしてバックプリントは MTB、はい、ちょっとねここが、まあ、裂けてると言いますか、もともと上がねこれちょっとレザーっぽいのを貼ってます。はい、で MTB ですね。はい、ちょっとねシワが寄ってますが雰囲気非常にいいと思います。はい、こちらで 15,800 円に消費税です。続いて、レザージャケットですね。はい、こちらショットの、いわゆるワンスターですね。ちょっとね星が取れてしまってます。はい、両方ともですね、フェイクアルファの方でですね、まあちょっと新しい星ですけど全く同じ形のものが、今現行のやつで売ってます。それをねつけるのは可能です。そしてブラウン、これもね実は非常に珍しいと思います。通常ねブラックですがブラウンの、しかもですねこちらサイズ40ロング、ロングはね結構数少ないと思います。ちょっとタグのねステッチがちょっと外れかけてはいますが、あとねちょっとやっぱかなり着てます、ユーズド感は出てます。でも、ね、雰囲気ね非常にいいと思います。こういったねジッパーのねサイドのこの脇の部分とかのステッチが、ちょっとほどけてたり、あとこちらのねジッパーの先っちょですね、いわゆるこのリングのこのここが取れてしまってたり、あとこちらの袖口のジッパーの先がね取れてます。ちょっとねこういったちょこちょこダメージが、あと脇の部分ですねこちらこのステッチです、このでも全てね、修復、まあ、いわゆるリペアになっちゃいますけれどもできる範囲だと思います。こちら40ロング、これねまさにね僕がジャストサイズです。はい、僕もね以前黒のね40っていうの持ってましたけど、ロングはねやっぱ本当にね数少ないと思います。はい、もういわゆるね茶色でもブラウンでもこの雰囲気がね非常によく出てますし、ちょっとねこの裏地もね、先ほど見たんですがちょっとこの下の部分少しね、中にダメージがあったのかちょっとつまんでます。はい、こちらもねある程度リペアは可能だと思います。
はい、サイズ40のロングショットのワンスターですね、こちら70年代です。39,800円に消費税です。39%。続いても1着レザージャケットですね、こちら、70年代のいわゆるイーストウエスト、はい、ちょっとね内側ちょっと見たんですけども、タグがねだいたいこの内側のところについてるんですが、ちょっとこちらタグが欠損されております。はい、細いねイーストウエストというあの刻印が入った、レザーのタグがつくんですけれども、そちらがね欠損しています。サイズおそらくね38ぐらいだと思います。自分がちょっと小さいですね。そして70年代のシルエットなんでやっぱ細めでタイトです。ポケットがねこのね6つついたタイプ、まああのバーンストーマー、という、まあ、ネーミングがあります。後ろも、はい、アジャスターがついて、はい、まあちょっとティーバック仕様ですね、はい、これもかっこいいと思います。色目、濃いブラウンです。はい、まあ、結構ね着込んでる雰囲気ももう抜群にかっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちらセブンティーズレザーのイーストウエストで、98,000円に消費税です。続いて、こちら、ハンティングジャケットですね、はい、こうスーパーダックス、まあ、こちらねハンティングジャケットでもたまに見かけますが、よく見ていることブラウンダックです。こちらハミルトンカーハート、はい、カーハートのとダブルネームです、いわゆる、まあ、このねブラウンダックの生地自体はカーハートのものだと思います。フロントボタンでこちらね、おそらくジッパーがポッとつくんですけど、その先端が外れてしまってます。ちょっとね、少し汚れがあったり肩このね少し焼けがあったりはするんですけど、こちらもね雰囲気非常にいいと思います。はい、サイズがね42ぐらいです。自分が着てちょっとゆったりでいい感じですね。まあハンティングジャケットなので、ね、なおさら雰囲気もいいんじゃないでしょうか。さ、このさ袖のですねスナップボタン見ていただくとカーハートと入ってます。はい、こちらでだいたいそうですね50年代から60年代入る頃でしょうかね、年代的には雰囲気抜群にいいです。はい、こちら39,800円に消費税です。はい、続いてカバーオールですね、こちらがタグがねちょっとこう半分切れちゃってますが、ダブルウェア、はい、まあ、ダブルウェアといえばねこういうスナップボタンっていうのもねあるんですが、スナップボタンこういったシルバーのボタン使ってます。はい、3つポケット、サイズ感がいいんですね。こちら38ぐらいです。僕がジャストサイズ、カバーオールはねやっぱこのぐらいのサイズ感で着るのが一番、まあ、バランスいいんじゃないでしょうか。はい、色落ちの雰囲気もね抜群にいいと思います。ダブルウェアのカバーオールでこちらで39,800円に消費税です。続いて夏のショーツですね、こちらパタゴニアの、いわゆるね海パンサーフパンツですね、ウエスト31、はい、このハイビスカスのね綺麗な柄です。31ですが、まあ、僕がちょっと小さいですかね、はい、普段僕これ履くなら32を履きます。まあ、これが夏に向けて、まあ、逆にね海パンですがこのままね、本当にあのファッションとして履いていただいてもかっこいいと思います。はい、こちら5,800円に消費税です。はい、まあ、夏になるとねカットオフデニム、探す人多くなりますが、こちらが、501 S タイプですね、ビッグ E のウエスト表記は35です。これ35って珍しいですね、353に行っても一番いいサイズじゃないでしょうか。ちょっとねこのステッチ部分が少し、ほどけ始めてると言いますか、でここにね、まあ、補強のステッチ入れれば全然問題ないんですが、アーキュエイトもねよく見てください、わかるかな、イエローとオレンジレインボーステッチですね、こう通称この年代、まあ、たまーに見かけます。 S タイプでもこれは初期型だと思いますね。はい、ヒゲもね綺麗に出てます。ウエスト実寸はね34インチ、はい、自分がちょっと腰で履けるぐらいですね。結構こう夏にはねやっぱワンサイズ上げて落として履いても可愛いと思いますし、はい、もうこのままね B3 履いて白 T 一番シンプルでかっこいいんじゃないでしょうか。はい、ビッグEのショーツですね、はい、こちら29,800円に消費税です。はい、続いて501の、いわゆるブラックのストライプです。はい、結構ねお探しの方多いんじゃないでしょうか。はい、こちらあすいません701ですね、はい、701なので一応スチューデントという501より少し小さめです、サイズ感が。はい、ウエスト表記は31レングス32、はい、501の形よりちょっとね、腰回りとかシルエットがちょっと細いと思います。はい、まあ、普段だから31履かれてる方、30履かれてる方の方がいいかもしれません。はい、実寸3032です。はい、
このねストライプね、ほんと最近なかなか見なくなりました。状態も非常にいいです。こちら 12,800 円に消費税です。続いて501の USA 製ですね。はい、ヒゲあたり綺麗に出てます。もう夏仕様ですね。はい、パッチがねちょっとこう破けてますが3631表記、はい、実寸がね3428、ちょっと縮んでますね。色合い非常にいいと思います、うん、ちょっとね僕は腰で落ちるサイズ感ですけど、まあ、夏ちょっとゆったり履いてもいいと思います。こちら9800円に消費税です。続いても501の USA 製ですね。これもいいですね。うっすらヒゲと当たりと、しかもまだね程度もいいです。先ほどのよりはちょっと濃いめですが3432表記、実寸が、3330、まあちょっと縮んでますね、はい、サイズ感、まあ、34なので僕もねちょうどよく履けるサイズ感です。ね、もう本当にさらっと履くには一番ちょうどいい、程度といいますか色合いだと思います。はい、こちら9800円に消費税です。はい、最後に505のびっくりですね。はい、こちらが、もう当たりもね綺麗に出てますし、ちょっとねここ膝の部分少しダメージと、ちょっと膝部分汚れが飛んでます。ジッパー42タロン、はい、そして後ろがびっくりですね。パッチはね欠損してます。裾の部分こちらオリジナルですが、チェーンステッチがねちょっとほどけた部分を、リペアされてます。サイドは耳なしタイプですね。こちら実寸3433、ちょっと長めです。自分には、まあ、身長180オーバーの方でしたらね長さもいいかもしれません。で505びっくり探してる方結構多いです。はい、でもなかなか最近ねいいサイズ感で入ってくることがなかなか減ってきました。あとちょっとねこの股部分に気持ちリペアは入ってます。でもこれから履くにもねちょうどいいんじゃないでしょうか。505ビッグイで3433実寸です。こちら45,800円に消費です。45%、うん、雰囲気いいですね。週末の、ウェブスペシャルを紹介します。はい、こちら、ウエスタンシャツですね。H バー C のウエスタンシャツ、サイズがね15表記です。はい、ひし形のね石ボタンを使ってますね。ストライプで綺麗な、グレーです。こちら9800円の 20% になります。続いて T シャツ、スターウォーズですね。サイズがですねちょっと大きめですね。こちらが、エクストララージ、はい、白ボディで、いわゆるスターウォーズの T シャツです。こちらが、15,800 円の 20% になります。続いて G ジャン、こちらラングラーですね。24MJZ、サイズがですね34です。ちょっと小さめですけど女性なんかね、可愛いと思います。これ4つポケット意外と珍しいですし、ジッパー、はい、程度はいいですね。ゴム、後ろのゴムも伸びてません。はい、こちら25,800円の 20% になります。はい、続いてヴィンテージスウェット、はい、赤ボディです。こちらフロッキープリントですね。そしてタグがこちらのラージサイズです。はい、こちら9,800円の 20% になります。はい、続いて半袖スウェットですね。はい、こちらタグは欠損しております。ベトナムのですねミリタリープリントです。染み込みのプリント、はい、このねなんかワンっていう文字もかっこいいと思います。サイズもね大きめで、はい、こちら15,800円の 20% になります。5月に入りました。またねちょっとゴールデンウィーク、まあ、こういった緊急、宣言出てますが、まあ、あのお店の方営業しておりますので、お時間ありましたらお店の方にもいらしてください。よろしくお願いします。